ヨハネによる福音書の14章というところにイエス様がお話しくださったお話なんですねそのお話の中に皆さんがよく知っていらっしゃる「私は道であり真理であり命である」とおっしゃいましたこれはですねイエス様がこの地上で弟子たちにお話しなさった最後のメッセージの言葉の一つなんです ですからある方はこれはイエス様の私たちへの遺言だこういうふうにおっしゃった方がいますけど本当にそうだなと思っています今日はですねこのイエス様の言葉を皆さんと一緒に考えていきたいなと思ってますが初めにですねえ私の家で取っています読売新聞のえ短い詩ですが 何か子どもたちが作った詩が、えー、読売新聞に紹介されているんですよその詩の中にですね千葉県の松戸に、えー、松戸の常盤、えー、平中学っていうかな2年生の藤,藤林達也君っていう、えー、中学2年生の少年が詠んだ詩です。えー、おそらく えー、新しい年を迎えて間もなくのことかな彼はこういう四詩を作りましたよ。初詣石段でこけて捻挫したおみくじを引いたら大凶だった二枚目を引いても凶だった凶引いても凶だったそんなことは書いてないんですよ二枚目引いても凶だったこの先どんな災難があるのだろう 中学二年生の坊やですが、大変なことですよね。それにですね、えー、この間お亡くなりになった小田博さんって方がね、こんなコメント。悪運の反対は、何だと思う。何くそ、なんだよ。論より証拠、この死が、君の何くその証拠だよ。っていう、そう、大凶にしても、えー、凶にしても。 明日今日を引いたとしてもそんなものを何くそこういうふうにして生きることが悪運なんて言いますけど運はその人に定められたものじゃなくて運はあなたが運んでいくんですつまり運はイエス様があなたと共に生きていく、そのところに神様の祝福があなたに伴っていくですからこの話を聞いたら「うん」って答えてくださるのがいいんです、まあ、ともかく。 えー、今度はですね、えー、中学1年生の13歳になります女の子かな友成あゆみちゃんっていうね人生がどうだとか生きるのがどうだとかそんなことを悩む人々を悠然と見つめる猫がいるあれこれ悩みすぎる人間たちを猫はゆったり眺めている野生動物の呼吸を取り戻せというようだ 鋭い目を感じるというようなこう感じで私たちの目っていうか私たちの頭脳というか私たちの心はだいぶ鈍っていませんかと問いかけているような気がします私たちの人生は少老病死生まれる年を取る老いるそして病を得るそして死ぬということが繰り返されていくお互いの人生かもしれません。 読売5行か読売新聞しか取っていませんもんですから読売新聞のことしか紹介でできないんです私あのテレビやラジオをやってた時にですねあの視聴者の方からお手紙が時々来るんですお前の話はいい話だけど俺は読売新聞嫌いだ <laughs> こう言われてもこうしょうがないんですけどね、えー、でも、まあ、読売新聞に5行か5行,で5行で詩を作る。 あとは全く自由っってていいうが時るんです私の通っているお医者の先生変なタイトルですねお医者の先生っては大体お医,者のお医者は先生なんですけど私の通っているお医者の先生中田千恵子ちゃんって女の子私の通っているお医者の先生は帰るときに「お大事に」と言わず「またいらっしゃい」<laughs> と言います。とても複雑な 気持ちでもお医者さんが「またいらっしゃい」うん、本当にでもね私ねこの詩を読んでねこのお医者さんってねとってもいいお医者さんじゃないかなって思いましたというのはですね「またいらっしゃい」っていうのは先生に任せておいで。 元気になるまで面倒を見るからまたいらっしゃいすこういう感じかなと思うとお医者さんも捨てたもんじゃあいやそれだ大変失礼なことを申し上げましたが素晴らしいですねこういうお医者さんに自分の命をかけたいなってオーバーですけどそんなふうに思わせられました、えー、もう一ついくつかも紹介しますがもう一つご紹介申し上げるとですねその上に永遠の命がある。 これは埼玉県の鶴ヶ島に住んでいる安倍恵美子さん。空の上にっていう詩なんですね。雀の空がある。その上にひばりの空がある。その上に母がいる。雀が飛んでいる空ってのはそんなに高くはないですよね。でもひばりが飛んでいる空ってのはずーんと高いですよね。空ご覧なさいみたいなね、高いですよ。 でもその上に母がいるお母さんを何歳で亡くされたのかな鈴メが飛んでいる空燕がうーんヒバリが飛んでいる空その上に母がいるそのコメントはねこんなコメントですよ「特選歌特別に選ばれた歌だと思う」「亡くなったお母さんを思う歌は多いがこれはその代表作ともなりそうな歌だ」 上へ、上へと辿ったその上へと読み手の心を持っていってしまう。皆さん、聖書の中にも上にあるものを求めなさい。上にあるものを求めなさい。私たちは上へ、上へと主の私たちを召してくださる神の国永遠を求めて、一日一日を生きているんだいや、生かされているんだな、というふうに思わせられます。 えー、在宅医療の専門の先生でいらっしゃる森清志っていう先生が「自分らしい最後を生きる」っていうそんなあご本をお書きになって、えー、ちょっと複雑な説明になるかもしれませんがこんなことをおっしゃっていました。終末期がん患者における実存的苦痛、えー、まあがんは2人に1人ががんになる。 そう言われてますよねテレビでも盛んに言われてますよね二人に一人ががんになるそしてしかも三人人にに一は癌で亡くなくるそういういいう言われています私が親しくさせていただいています順天堂大の教授でいらっしゃる日野清っていう先生に私は聞いたんですよ二人に一人ががんになる三人に一人はがんでなくなるじゃあ三人に一人はがんでなくなるけど三人に二人はなくならないのかって聞いたんです そしたら先生はくくななななりりまます。す。す。どんんん形でででも亡くなりますみんな死ぬんですお医者さんにはっきり言われると何かこう死の宣告を受けたようなこう感じがしますがみんな死ぬのですじゃあ先生も死ぬんですねはい私も死にますそういうような話を折りおり交わすんですけども、えー、末期がん患者における実存的苦痛を学術的には 自己の存在と意味の消滅から生じる苦痛つまり簡単に言うと肉体的なこの体の痛みとか苦痛とか苦しみとかということよりも精神的な心の苦痛なんだよっていうふうに言おうとしてるんですねこの実存的苦痛には3つありますよ1つはね時間性の痛み時間の痛み時間性って言いましょうかね もう一つは、関係性の痛みもう一つは、自立性の痛み何だかわけのわからないようなことをお話ししているような気がしまして私もあんまりよくわからないんですよね。その一つ、時間性の痛みというのはですね、もう私には先がないただ死ぬのを待つだけの人生だそんなことを思うと明日への希望がなくなっちゃう。 何のために生きているのか分かんなくなっちゃう。そういうですね、時間性の痛みがあるよ。これは、癌でなくたって、私たちの人生の中に、そんな難しい、小難しい説明しなくたって、起きてくる心の中の不安や恐れや、虚脱と言いましょうか、虚無というか、そんなことがありますよね。二つ目、関係性の痛み。死により、また死の状況により、 周囲との関係の消滅または希薄さを感じることにより簡単に言うと孤独周りとの関係家族がいる友達がいる東京駅新宿駅池袋原宿あっちこっち行ったらみんないる友達もいっぱいいる会社に行けば学校に行けば友達いっぱいいるでも孤独だな一りぼっちだなっていうそんな孤独感って 皆がん癌にならなくたってお互いがそれなりに感じることが多いんじゃないかなと思います。自分一人取り残された感じ見放され見捨てられた感じそして死後にどこに行き誰と会うのか考えると何とも言えない一りぼっちそういうことを感じるつまり孤独感と関係性の喪失の中から 自己存在の無意味を虚無を感じる自分の存在がもう無意味だ全く虚しいそんなことを感じる皆さんの中でお互いにそんなことを感じることがなかったでしょうか3つ目自立性尊厳性の痛み自立と生産性の喪失によって自分の性が無価値に思えること大体同じようなことなんですが。 本当に自分が生きていてもしょうがないもう何のために生きているかわからない自分は生きていて何の役にも立たないかえってもう社会の迷惑だそんなことをお感じになる方がいるでしょうかいやイエス様のもとにあってはそんな爪の赤方も子供を感じさせないお方があなたのイエス様なんです。えー 日野原先生ってあのセールーのね日野原先生今年104歳になるんですってすごいですよね去年から104歳100 104歳って言ってたみたいな気がするんですけども、えー、今年あのサンフランシスコで日野原先生の息子先生にお会いしたんですねそして父は104歳って言ってますけどあれ数え年なんですって。 数え年であろうと万であろうと104歳ってすごいですよね生きてみろっ,たってなかなかこれお互いが生きていけないようなこう感じがしますが日野原先生が、まあ、いろんなご本を書いたりいろんな講演をされていますがある時ですね「ターミナル」このことについてですねお話をなさったことがあって本にもそんなことが説明されていました「ターミナル」わかりますバスのターミナルとかさ、えー、空港のターミナルとかさ、えー、言うじゃないですか「ターミナル」。 何でしょうねターミナルこのターミナルっていうのはですね、えー、日本語では終点と訳されることが多いのでと日野原先生はおっしゃってます。ターミナルっていうのは終点と訳されることが多いので重症がん患者に対する医療それはターミナルケアとか末期ケアとか終末医療 とにかく終わりです。最後です。そういうようにターミナルというのは訳されることが多いが、これは日本の医学の一方的な視点での命名です。ターミナルは出発口でもあるのです。訳としては終末、終わり、これは決して正しい訳ではありません。不完全だと言えます。ターミナルとは出 出発口でもあるんです。皆さん、私どもの人生にはもうこれは終わりだ。もうダメだ。本当にターミナルって言われれば、これはもうダメだ。そういうようなことって大なり小なりいっぱいあるんじゃないでしょうか。でもね、皆さん、ターミナルとはね、出発口なんですよ。エアーターミナル、空港のターミナルっていうのはですね、よく乗り継ぎされたことがあるでしょう。ある空港に着いた。 それは終わりじゃないこれからまた新しい旅が旅立つというそういう場所でもあるんですしたがってイエス様はあなたのためにそういう意味でターミナル終末終わりっていうことだけじゃなくてその終わりがこの世的にはあなたとしては終わりかもしれないその終わりは神様にとってね始まりむしろ私たちの努力や頑張りや力みや力でやっていくんだ っていうようなことが力尽きたときいよいよ神様の出番ですあなたが神様にお任せし神様にお祈り神様に委ねて本当に生きようとするときに神様はあなたのために出発口としてターミナルを備えてくださるんだということを覚えていただきたいなとそんなふうに思うのです有名な内村鑑三という先生はお嬢さんの ルツさんんを18歳ででお亡くしになったんですね非常に悲しみの場面だったそうですところがこのルツさんという人は先生の信仰の導きも素晴らしかったんでしょうかとっても素晴らしい信仰を持ってですね、えー、お父さんに向かっても感謝です「感謝です感謝です感謝です」って,って、ね、召されていった「内村勘三はあの立派な先生でさえももう終わりだ」この 自分の命ににえててても欲しくなないい娘を失っっとうううような時に先生はこう言っています私にとって神の国天国は身近なもの本当に身近なものに感じるようになりましたそうなんです神様の国天国神が備えてくださった神の国は皆さんここから賢しに行くということもさることながらつながっているというふうに思ってもいいんじゃないでしょうか。 ですからイエス様は神の国はあっちゃこっちゃにあるんじゃないあなた方のうちにあるのですあなたの人生の中にあなたの心の中に出発ターミナル終わりだというような状況の中に陥れられたとしてもそこから新しい出発それはね神の国が持っているエネルギーですそのエネルギーに神様はあなたを生かそうとしていらっしゃるんじゃないでしょうかご存知の方もあるかと思いますが えー、国立がんセンターの名誉総長をしていらっしゃった石川七郎っていう先生がもうかなななりりり前ににお亡くなりになりましたこの石川七郎先生はあの有名な宮本武蔵や何かを書いた吉川英治さんの肺がんを日本で初めに執刀した人だろうというふうに言われているんですがこの先生ご自身が肝臓がんを おいになってその肝臓がんが発見された時はもう先生手遅れですって言われたような時だった先生を診断したカルテも写真も先生はずっとご覧になってずーじーっとこう見ておられながら「よしわかった」そう言って空のものを全部引き出しに突っ込んで先生がお倒れになるまで患者さんの診察を続けたそうです。 その先生は素晴らしいクリスチャンでいらっしゃって先生の母妃には「愛は寛容にして慈悲あり」という聖書のコリント全書13章の言葉が刻まれているんですそのように先生は技術じゃないよ医療はね技術だけ,はだけではダメなんだよ愛が必要なんだよ相手の痛みや相手の苦しみに自らが立ってそれを受け止めるか,めるかのような治療が必要なんだよ 愛なんだよ必要なのはと言い続けて神様のもとに召されていったんだそうですその召された時に家族の者たちにもまた弟子たちにも必要なのは愛だよって言い続けながら召されていった先生がお残しになった数々のものがありますその数々の中に私は先生について書かれている書物の中で読ませていただきいただいたんですけども奥様宛にね一通のハガキがあったんだそうです それはね、母の日にあてられた奥様への手紙なんです。その手紙にはですね「母さんあなたの愛と献身で我が家は本当に祝福され楽しい家になったありがとうありがとう」っていうまあ連発が書かれていて最後にですねこんな言葉が書かれていたのを私は読んで忘れることができません。母さん、またた、人で、希望に満ちた 新しいい道を歩こううねっっていう文章だったんです私は思いました私たちが生きている現実っていうのは有名なお医者さんであろうと著名な人を肺,肺がんであろうと肝臓がんであろうと膵臓がんであろうと嫉妬した先生であろうとなかろうとがんは容赦なく骨の髄まで蝕んできて侵してくるなっていう厳しい現実。 ところがそういう厳しい現実の中で、母さん、また希望に満ちた新しい道を歩こうと言わせる命。それが私たちはイエス様によって与えられているんだっていうことを皆さん知ってください。イエス様は私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きる。死んでも生きる。ターミナルがあなたにとって終末じゃない。 終わりじゃない。そこから新しい出発が始まるんです。私の人生のその繰り返しがあなたに今日与えられている命です。ですから、イエス様は私は道です。真理です。命ですとおっしゃいました。私たちはこの言葉をよく知っています。誰もがクリスチャンであるならば、そらんじている言葉です。でも皆さん、道っていうのはですね、 日本人の私たちの感覚としては何か教えっていうような感覚があるでしょう書道とかさ茶道とかさ剣道とかさ柔道とかっていう何かの教えっていう道教とかっていう教えの教えみたいな感じのね、えー、宗教についてもそう言われるでしょうでもねイエス様は教えじゃないんです何ておっしゃいましたか私は道ですイエス様自身が道なんです これ、あの、え、ギリシャ語では、ホドスって言うんですけども、英語では、I am the way。この、w、w-a-y を引きますと、ただ、道という意味だけではなくて、道筋です。進路です。道のりですっていうような意味があるんですよ。イエス様はね、あなたの人生にね、あなたの進路、あなたの道のりそのものになってください。一人ぼっちじゃないんです。虚無。 巨達そんな状況の中で悩んでいる人たちはイエス様がご一緒なんですそのあなたのためにイエス様が道そのものになってくださっているんだということをぜひ知っていただきたいと思いますそして私は道です私は真理です真理っていうのはなかなか分かったようでて分かんないようでて分かんないですね何でしょうか真理ってえー、アレイセイヤっていうギリシャ語では言いますが 英語では I am the truth。この「トゥルース」っていうのはですね真実っていう意味がありますでしょう辞書を引くと誠実っていう意味があるでしょう皆さんイエス様っていうお方だけがあなたに対して真実なお方ですこの世の中には裏切りがあり不誠実があり不真実がありだましがあり憎しみがあり妬みがありそんな渦巻く中で私たちはどれだけ傷つくことか あるいは相手を傷つけることだってあるかもしれない。だけど皆さん、イエス様は昨日も今日もいつまでも変わることのない。私たちがたとえ真実でなくても、イエス様は絶えず真実でご自分を否むことができないお方だ。I am the truth。あなたにとってイエス様はどこまでも誠実な裏切らない。私はあなたを捨ててみなし仕事はしないとおっしゃるイエス様は、 いつでもそうです。たとえ死の影の谷を歩んでも災いを恐れません。なぜイエス様、あなたが私と共にいてくださるからです。そういうイエス様が I am the truth。私は真理です。真実ですってそうおっしゃってくださってるじゃありませんか。イエス様そのものが私の誠実です。裏切られたっていいじゃないですか。 嘘をつかれたっていいじゃないですか。騙されたっていいじゃないですか。イエス様はあなたを裏切ることがない。イエス様はあなたを騙すことはない。イエス様はあなたを退けることがない。真実なお方だ。そしてアイアあ、私は命。私は道で真理です。私は命です。命っていうのは、まあこの手足が動いて心臓が動いて命っていうこともそうなんですが、あさることながら命っていうのは？ I am the life 英語では言いますよね。life っていうのを辞書に引きますと、生涯。そういう意味が出てくるでしょう。そうするとね、イエス様が私は命ですというこの命をね、生涯に置き換えてみましょうか。私は生涯です。つまり、あなたの生涯がイエス様そのものになってくださるよ。イエス様はあなたの生涯を引き受けて一緒に生きていこうじゃないか。そうおっしゃって今日も、 十字架を担いで歩んでくださる「イエス様」じゃないでしょうか「ライフそれは「生活」っていう意味もありますよ、ね、生活っていう意味を考えてみますとその私たちの生活には紆余曲折があって喜怒哀楽があってああもういい加減嫌になっちゃうってうこともあってでもね「イエス様」自身があなたの朝昼夜の生活そのものになってくださる。 そこにイエス様の私たちの嘆きやつぶやきや叫びを受け止めてくださるお方がいる恐れるな思い煩うな空の鳥を見よう野の花を見ようとおっしゃるお方がなんでそんなに思い煩うのかそうおっしゃるイエス様が私はあなたの生涯あなたの人生あなたの命そのものなんだよとおっしゃってくださるお方ではないでしょうかさあ 今日分かりきった聖書の言葉ですがねもう一度視点を変えてイエス様あなたが私の道イエス様あなたが私の真理イエス様あなたが私の命なんですねイエス様あなたにお任せしていきますもう思い忘れません委ねていきます大丈夫だと思って信じて確信を持って歩んでいきます そういうい皆さん一日一日をご一緒に歩んでいきたいなと思いますがいかがでしょう心配を抱えていますああなったらどうしようこうなったらどうしようみんな抱えていますでもそれを今日お委ねしながら私自身をお委ねしてあなたの道を主に委ねようあなたの真実さいや不真実さ不誠実さそれもイエス様にお委ねしましょうあなたの命を 主にお任せしましょう。そうするときに、イエス様は文字通り今日、あなたと一対一で、私はあなたの道です。私はあなたの真理です。私はあなたの命ですと、直に近づいてくださるお方じゃないでしょうか。そのイエス様を直接耳で、心で受け止めましょう。よろしいですね。 皆さんが大きく頷いていてくださるからとても嬉しく思っています。もうちょっと大きく頷きましょう。<laughs> 感謝ですね。イエス様に向かって感謝しましょう。